鶴ノのソウは、スイカズラかノの子ウ族に分類される多年草の一種。種商名は、最も軟弱なを意味する。和名のツルは、鶴枝を伸ばして繁殖する特徴に由来する。別名が、山ノコソウ。中国名が、純水欠草。茎高さは20から60センチメートル、細く中空で、柔らかい。 花の色は白色に近く時に紅色を帯び、週産果樹。ツとは、線形。果敢は、ロート状で、長さ約2ミリメートル。雄水は、果敢から突き出ない。開花時期は4から5月。花茎が伸びきる頃に、地面の上に長いツル枝を四方に出して繁殖する。果実は、痩せ花でコーヒ奇新型で、額は、花後に、痩せ花状で白色の冠毛状になり、 風によって散布される。根葉、茎上葉、鶴葉がある。葉の裂片に、葉状の鈍境紙がある。産地の湿った場所に群生する。鶴かのこそ中国、台湾、日本の団地に分布する。日本では、本州、四国、九州に分布する。産地と丘陵地の谷に沿った日陰の湿った場所に普通に生育し、よく群生する。 山野草として園芸に利用されている。かのコ草とは異なり、薬用植物にはならない。日本では以下の多数の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。